これ綿棒を鼻に入れて検査するらしいんですよ、 PCR 検査って。でも私の知ってる PCR 検査ってのは、唾液をねペット吐いてそれを郵送したらチェックして、返信をね結果を送ってくれるってものです。まあ、私ね実はね昨日今日とちょっと体調悪いなと思ったんですよ。あのエアコン24度ぐらいで浴びてる部屋でもうなんかね体が冷え冷えに冷えちゃって寝つけなくって、わざとあったかい部屋に行って体温をちょっと作ったんですけども、今日もなんかねあのお腹の調子悪くてねどうしたんだろうと思ってしまいましたね。こういう時ってあれコロナなんかなと思っちゃうんですよ。なんかね疑心暗鬼と言いますか、何かがあったらあの流行りのものと結びつけようとするというね、そういう風な単純な思考が働きますね私も。はい、今回はねコロナウイルスにかかってしまったんではないかなと、感染してしまったんではないかなとね、そんな不安に思ったり思わなかったりするわけですけども、あの動画説明欄につけときますけども、あの PCR 検査は誰でも受けることができますからね。これね最近できるようになったわけじゃなくてずっとできてるんですよ。だからあの人にうつしちゃいけないからってねマスクしてる方いますけども、その方はね別に PCR 検査受ければいいんですよ。でこういう方もいますよ、検査を受けても次の瞬間またかかったかもしれないからみたいなこと言うんですよ。だったら永遠にやらないつもりなのかなと。じゃあ検査を受けて陽性だったとか陰性だったとかね、毎日テレビでやってるみたいですけども、それを気にする必要ないんじゃないかなと。結局はこれ検査受けようが受けまいが誰もわかんないんでしょってことですよね。だからねなんかね、集団幻覚みたいなもんだと思うんですよ私は。みんなでそういうふうに思って同調圧力で、自分が検査を受けて陽性だったらもしかしたら周りの人に村八分されるかもしれないとかね、仕事が行けなくなるかもしれないとかいろいろ考えちゃうんですよねきっとね。で考えちゃうってことは多分自分も人に対してそう思ってるってことだと思うんですよ。人に対してあコロナ陽性の人と関わりたくないなと思ってるから、自分が陽性だと分かったら関わってもらえないかもしれないって思っちゃう、そういうことなんだろうなと思いますよね。さあそれであの今日ねあのお話したいのはそういったコロナウイルスのことではないんですよ。やっぱ思い込みっていう話なんですよね。コロナウイルスに対する思い込みの話を今しましたけども、あの情報発信をして稼げるっていうね、で買い物をしたら稼げるって発想ありますかってことなんですよ。この買い物をして、この買い物した商品の感想を話すだけで YouTube 再生回数もあって、で広告にこうやってね喋ったもののテーマの商品がついて、で売れればそういったパナソニックとかソニーから広告料が結局入ってくるわけでしょ。ということはあのやっぱり一つの動画の中で一つのテーマを決めて、それをねしっかりとお伝えすることで、こちらから広告も特定することができるし、それからあの何ですかドルマークってあるじゃないですか、 YouTube アップロードしてる方は分かると思いますけど、緑とかねあの何黒じゃないや黄色のドルマークは広告がつかないかもしれんみたいなのありますけども、まさにこういう商品のレビューだったら広告は高い確率でつくと思うんですよ。思想的なものとか政治的なものとか国際的なものとかね、誹謗中傷とかっていうのは広告がつかない例が多いですけども、なんかね商品のレビューだったらまさに動画でも商品を紹介する、広告も商品が出てくるみたいな感じですごくいいと思うんですよね。だから吉谷さんが言われてたチラシを見て買ってもない商品に対してのレビューとか、それから不況になってきてその消費者金融のねカードとか、むちゃくちゃいいアイデアだと思うんですよ。だからこのアイデアを知った時に、あなら自分でもできるなっていう形で、もう全然資産がないところからそういった情報や体験とか人から聞いたことを資産として、まあバカ正直にやっていくかってことなんだと思うんですよね。ちなみに最近ね私の塾生さんで100万再生いった方がいるんですよ。すごいですよね。ただ別にバックエンド持ってないんですよ、単なる広告収入だけなんですけども、それでも100万再生ってのはすごいですよね。やっぱ一途にやってるとどっかでそういうふうなブレイクポイントが出てくるんだろうなと思いました。どんなことでもね必ず報われる日が来ると私は思ってます。で逆にその報われるものがないってことは、やったと言えるほどにやってないってことなんだろうなと思いますよね。今回はそんな感じですかね。では失礼します。